こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。アメリカ5日目、5日目だから多分最終日です。水曜の朝にアメリカを出るのでカジノに多分行ってます。こういうどこどこ何日目みたいな日記動画をよくゾンビ映画で見るんですけど、ボディービルダーのゾンビとかいたらプロテインあげれば仲間になりそうですよね。皆さんはこの人を知っていますでしょうか。ショーン・クラリダ、またの名をザ・ジャイアント・キラー。今がっつり今年に向けてオフを設けてでかくしているんですけど、非常にでかくなっていて212での優勝候補に上り詰めています。でかくなってる人しか、まあ、いないんですけど、その中でもこの巨人を倒す人は年々自分も巨人になっている。このレッグプレスは18枚に元の重さなので、だいたい600キロくらいでしょうか。インターバルが終わり、またこの場所に戻らなければいけないといった足トレのきつさを表した写真になっているんですが、この人はトランスフォーメーション、年月をかけた進化がすごくて、14年間でこうなったり、14年前ですでに腕は僕より太そうですが、14年もあれば人は自分の体にここまで厚みをつけられるのか、そう思わされるくらい特に上半身の変わりようがやばい。3年前のオリンピアでウィリアム・ボナクやブランドン・カリーと写真を撮ったショーン、この頃と3年後の今を見ても顔が全然違う。ブランドン・カリーも全然違いますけど、ウィリアム・ボナクは平常運転でした。212のマッスルモンスターデレク・ランスフォードと合同トレーニングをした時も、というかその動画を見ていた時に思ったんですけど、あれ、ショーン・クラリダってこんなでかいっけって。デレク・ランスフォードがでかいのは当たり前なんですけど、バルクではどうしても見劣りしてしまっているショーンは、全体的なバランスとか見た目の美しさ、コンディション、ポージング一つ一つの完成度などもちろん十分大きいんですけど、筋肉量じゃない部分で評価されて、昨年はオリンピア3位を見事獲得しましたが、今年はそこに筋肉を携えてさらに進化した姿でラスベガスに現れてきそうです。そして今隣にいた人、そう、みんな大好きボディービル界のアイドル、ニック・ウォーカー。僕はアマチュア最強のマスモンスターと呼んでいますが、ニック・ウォーカーがショーンと一緒にトレーニングをしていました。とにかくでかい。90キロのダンベルでプレスをしたり、めちゃくちゃ重いデッドリフトをしたりと、結構な高重量も扱っていて、なおかつでかい。最近ルーク・サンドが220ポンド、だいたい100キロちょいのダンベルでプレスをしていたのも話題になりましたが、体がでかいボディービルダーがびっくりするくらい重いダンベルを上げているのを見るとテンションが上がりますよね。ファンからはすでにプロレベルを超えている、今年のオリンピアにそのまま出れるんじゃないかなど、すごい高い評価を受けているニックは、今年どこかしらの大会でプロになるでしょうし、僕はもう未来のミスターオリンピアだと思っているんですが、だってこの足とか、プロでも欲しがる人が絶対いる足をしているんですよ。そして僕はやっぱり何よりも腕が太いのが大好きで、自分も腕を太くしたいもんですから、この1枚はよだれがベロベロ垂れました。まだ20代半ばくらいと非常に年齢が若いながらも、すでにこのレベルの体格を持っている、まさに未来モンスター。体重も現在280ポンド127キロを超えているということで、ネクストフィルヒースとも言われているニック・ウォーカー、どこのアマチュア大会に出てくるのかは分かりませんが、前半でプロになって今年のオリンピアを狙いに来てほしいです。ということで今日はこの辺で終わりたいというふうに思います。もし気になる感じいただけたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。皆様からの温かいコメント、高評価、応援、いつも本当ありがとうございます。ということでまたお会いいたしましょう。ではバイチャ。